マイケル・デビッド・テイラーは、アメリカ合衆国、メリーランド州、チェバリー出身の元プロ野球選手。宇藤右内フロリダ州アポップカのアポップカ高等学校、スタンフォード大学に進学した。2007年の MLB ドラフトで、その身体能力と長打力に目をつけた、フィラデルフィア・フィリーズから5巡目で指名され、入団。プロ入り当初、スカウトの間では、 木製バットへの対応力を疑問視する声もあった。2008年には A 級レイクウッドブルークローズと A 級クリアウォータースレッシャーズで打率346、18本塁打オプス968を記録し有望株として注目され始めた。2009年は A 級レディングフィリーズとトリプル a 級リーハイバレーアイアンピッグスで打率320、 20本塁打、84打点、21盗塁、オプス、944の好成績を残し、フィリーズ参加のマイナーで、最も優秀な成績を残した打者と、投手一人ずつに贈られる、ボールオーエンズ賞を受賞した。2009年12月16日、ロイ・ハラデートのトレードで、カイル・ドレイベック、トラビス・ダーノーと共に、トロント・ブルージェイズへ移籍したが、その直後に、 ブレッド・ウォレスとのトレードで、オークランド・アスレチックスへ移籍した。このオフには、ベースボール・アメリカ・四セ定の、有望株ランキングにおいて、球団内では、クリス・カーターに次ぐにマイナー全体では29位の評価を受けた。2010年は、トリプル A 級サクラメント・リバー・キャッツで開幕。同年中のメジャーデビューは確実視されていたが、足の故障もあって打率。 6本塁打、オプス、740と、期待外れな成績に終わり、メジャーに昇格することはできなかった。2011年も、前年に引き続いて、トリプル A 級サクラメントに所属。9月2日のシアトルマリナーズ戦で、メジャーデビュー。2014年3月29日に、ディフェとなった。4月3日に、トリプル A 級サクラメントへ降格した。 2014年6月15日に、ジェイク・サンチェスとのトレードで、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。9月2日にホワイトソックスとメジャー契約を結んだ。オフの10月24日に40人枠を外れ、トリプル A 級シャーロットへ降格したが、マイナー契約を拒否したため、FA となった。同年のレギュラーシーズンでは、自己最多タイとなる11試合に出場して、 こちらも自己最高の打率。250をマークしたが、目立った活躍はなかった。2015年1月10日にホワイトソックスとマイナー契約で再契約を結んだ。しかし、3月10日に現役引退を表明した。ありがとうございます。